とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、ソウルビルドの最適な武器っていうのを考えてみました。これが最適かもしれません。スタの鞭ですね。あんまり使ったことないよっていう人多いかと思うんですけども、スタの鞭、強いんですよ。毒を与えるっていう能力があるんだけども、この毒は、覆われた怒りと同じ毒です。ダメージによって、毒のダメージが増えていくっていうやつですね。それに、ダイナモアーティファクトシナジー、虚無ですね。もともとは重力が欲しかったんだけども、重力は多分いらない。敵と1対1になって強敵を倒すだけなので、それならば重力を抜いていいかなと、思って作りました。まあ、とりあえず、ダイナモが、ある程度溜まりますよね。まあ、5ぐらいでいいよ。5ぐらいで叩くと、こんな感じですね。もう軽く、2億ぐらいはダメージ出るかな。毒ダメージ合わせて。うん。なので、まあ、5ぐらい溜めて打てば、キャプテンぐらいだったら倒せるんじゃないかな。うん。で、10とか溜まれば、あ、もっと溜めようか。20ぐらい溜め、うん。溜まるよね。だって、ソウルビルドで羽ぴょんでぴょん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 するので、20ぐらいは溜まります。で、これだったらば、ボスに通用すると思うんだよね。いきまーす。こんな感じ。毒ダメージで、1億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 っていくんで、多分、10億近くぐらいのダメージは出せるようになってると思います。うん。これが多分、正解じゃないかな。キノコも使わなくていいし、まあ、とりあえず、いいところがあるので、行ってみましょう。それでは、行きましょうか。まずは、ソウルを貯めないといけないね。おい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 、ちょっと待って、大電に、重力パルスってえぐいな。まあまあまあ。大丈夫でしょう。いけ。オッケー。溜まったね。おー、危ねえ、死ぬかと思った。でもソウルはもうマックスまで溜まってるので大丈夫ですね。ちょっと待って。いや、でも、対応してるエンチャではなかったね。いや、びっくりした。いきなりエグいの来たからね。まあ、とりあえず、全然。出だしはオッケーだね。なんだ？味方回復がなんかついてたのかな？うん、めちゃくちゃ回復したけども。はいはい。まあ、最初も、何回かの敵で、ソウルを集めてしまえさえすれば、もうあとはもうほぼほぼ無限ソウルなので、大丈夫でしょう。で、強敵が出てきた時も、もちろん、あれ？ここ、壁がないからそのまま行けるじゃん。なんか変わったね。うん。昔とは結構変わったような気がする。いや、バグかな？あそこ壁が出てね、動けなくなるんだけども、壁が出なかったんですね。まあまあ、そういう不具合とかもあったりするんでしょうか。いや、もともとそういう風になったのかもしれないしね。はい。まあ、とりあえず、進めていきます。中盤過ぎました。危なかった。もう矢がね、ちょっと少なかったんだよね。矢が全然出なくて。よかった。結構矢はね、意外と使わないように見えて、そこそこ使うんだよね。うん。1回の周回で、そうね、200本ぐらいは使うかな。もうちょっと使うかな。なので、矢はね、結構重要です。うん。なくなった時に、こう矢をね、プスプス打って、溜める感じなんですよね。うん。で、このプスプス打つ時も、テンポセットが効いてるので、すごく溜めやすいっていうところはありますよね。じゃあ。待って、まだ、意外と硬えな。まあいいか。キャプテンいるでしょうか。オッケー。いるね。いい感じに、キャプテンもいるっぽい。よし。で、ここで、
これの出番ですよ。よっしゃー、ワンパン、うん、まあまあワンパンっていうのかな、まあまあとりあえず毒ダメージでじわじわと数秒後に倒すみたいな感じですけどね。いるかこれ。一応探すだけ探しましょうか。やっぱいなかったね。脅威1だけか。できればもう少し何か出てきてほしいところですけども、まあまあいないならしょうがないよね。それではボスまで行っちゃいましょうか。ここは閉まる、あ閉まるようになってる。前閉まらなかったんだけどな。うん、あ今日もか、序盤でなんか閉まらないところがあったんだけどね。ここは閉まるんかい。閉まらないでくれ、もう最後の最後は。はいはい、まあまあとりあえずクリアしていきましょうよ。でも意外とね、雑魚戦では無知は使うところないな。うん、やっぱ持ち替えかな。うん、雑魚戦では普通にサイスみたいなのがいいと思う。うん、でボス戦では無知に持ち帰る、そういう感じで、うん、いいかもね。まあ面倒くさいんだけどね、装備を持ち帰るのって。まあ面倒くさいんだけども、それがベストか。いきましょう。しゃあ、こいつらとかいいね。こいつらとかは一発で倒せるんで楽か。でもあとは別にそうでもないか。ちょっと待って、回復させて。流れ込む魂ね、すごく回復するんだけど時差があるっていうのがねちょっと問題。時差がなければね本当に良かったんだけども、結構ね時差あるんだよな。じゃあ、あーもうここら辺からちょっとぴょんぴょんしだした方がいいね。でも毒ダメージも確か、途中で無敵になって消えたような気がするんだよね。うん、ちょっとそれは気がかりだけども大丈夫か。いきます。あーやっぱりね消えるよね。仕方ないか。あ、ダメだ、全然チャージされてない。ダイナモでチャージされて初めて1つになるやつだね。はい、魂流れてきて、いいね。あと2回かな、あと2回でしょうね。20貯めれば一発でいける、もしや。20貯めてみようか。ならばワンパンできるとかないかな。いやーなんか止まりそう。あめ止まってくれるなよ、頼むから。よし、いけ。いやダメかダメだやっぱり3回はかかる。仕方ないね。おいおいおい減るな。あー危ね、危な、モーションバリアが間に合った。よし、はい、あと1回10ぐらい食べとけば十分でしょう。やばいやばいやばい、回復しないと。はい、終わり。なるほど、ありだと思う。うん、武器は俺これでいくかな。確かにソウル系をつけて魂の吸収をプラス4にしてもいいんだけども、そこまで、まあまあ変わるには変わるんだけどね、そこまで気にすることはないかな。はい、まあ、今日はこれツタの鞭でしたね。うん、まあ、ダイナモアーティファクトシナジー虚無、まあ、このエンチャントは全然いいんじゃないですか。で別に1匹しか倒さないでいいのでリフレッシュはいらなかったね。リフレッシュをまあまあ変えれはしないんだけども、そこをまあ追い打ちやら、クリティカル
火力枠に変えてもいいんではないでしょうか。リフレッシュはね、意味があんまなかったですね。はい、ではクリアです。はい、それでは戻ってきました。ツタの鞭使いましたね。怒りを使うよりも断然良かったかな。うん、怒りは確かにダメージはでかいよ。でもこの攻撃速度だから、この攻撃速度、これじゃあちょっとキノコが欲しいんだよね。ならばもうキノコのいらないこの鞭、このパシッて一発打つだけで超ダメージ出せるので、ダイナモが入ってればね。これでいいかな。はい、まあまあ一番いいのは持ち替えですね。雑魚戦ではソウル系のやつを装備していって、ちょっと強そうなやつがいるときにはツタのムチに変える感じがベストかと思うんだけども、俺はめんどくさいのでムチをずっと装備しておきます。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。